兄弟や親子などでの活躍も目立つ芸能界には、私たちが知らないだけで実は意外な血縁関係同士である有名人は多くいます。特に番組などで唐突にその関係性が明かされると、ネットニュースなどでも話題になるほど有名人同士のつながりは世間の興味を引くものです。その話題性は芸能界にとどまらず、相撲界でも愛好家たちの心をくすぐってきました。そして実は先日、ある意外な血縁関係を明かした力士がいます。2023年1月に相撲協会を退職し、タレントへ転身した豊ノ島です。ある番組に出演した豊ノ島は、超有名人との意外な血縁関係を明かしました。自分も母親に聞いていまして、でも会うのは今日が初めてで。豊ノ島がこう切り出したのは、2月23日に放送されたバラエティ番組ダウンタウンデラックスでのことでした。血縁関係とされたのは、紅白歌合戦にも出場した男性歌謡コーラスグループ純烈の小田井涼平。今日ご一緒するので、改めて聞いたらこんな家系図だったと僕も初めて知って、と小田井涼平が番組内で公表した関係性について言及。それによると、豊ノ島と小田井涼平の曽祖父が兄弟であるため、二人はまたいとこの関係になるとのこと。豊ノ島も、実はなんですけど親戚なんです。じいちゃんがいとこ同士で、ひいじいちゃんがつながっているんですよ、と答えると、共演していた芸人から、親戚同士が初めて会うのがダウンタウンデラックスって、と突っ込まれ、現場は大盛り上がり。二人の意外な関係性が暴露された放送後、ネット上では驚きの声が多く上がりました。また小田井涼平は、新たなご報告がございますと SNS で切り出し、二人の関係性を改めて紹介。豊ノ島も小田井涼平との仲睦まじいツーショット写真を公開し、新たに分かった血筋に当事者同士も興奮を隠しきれない様子でした。相撲界と他業界における意外な家族関係は、豊ノ島と小田井涼平だけにとどまりません。時津風部屋所属の正代も意外な関係性を芸能界に持つ力士の一人でした。2020年の秋場所で初優勝した正代へ、ある有名歌手から祝福のメッセージが送られました。メッセージを送った正代は、演歌界の大御所石川さゆり、一緒に食事をしたことはありませんが、お祝い会をしましょう、おめでとうございます、と祝福を受けた正代。これについて正代は、石川さんとは親戚だけど血縁はないですから、と本人が照れながら種明かし。それによると、母方の祖母の兄の奥さんの妹の娘が石川さゆりさんなんです、と複雑な関係性を暴露。正代の兄弟子である井筒親方からは、ほぼ他人やん、と鋭いツッコミを受けながらも、その遠すぎる親戚という関係性は話題になり、演歌界と相撲界のファン同士の距離を縮める契機になりました。さらには2022年の九州場所、東三段目55枚目で5勝2敗の成績を上げ、3場所ぶりに勝ち越しを決めた邦賀賞、重戦車のように力強く前に出るスタイルの恵まれた体格も、もしかすると遠い親戚の存在が関係しているのかもしれません。邦賀賞の本名は松井弘樹。実は彼はプロ野球の読売ジャイアンツやメジャーリーグのニューヨークヤンキースなどで活躍した松井秀喜選手の遠縁にあたります。邦賀賞の父親と松井選手がはとこという間柄で、邦賀賞自身は松井選手と会ったことはまだないと言いますが、快進撃を見せた九州場所の番付は55枚目。あれと思った、番号に恥じない結果を出したい、と意気込み、見事5勝を挙げました。目指すのは横綱、応援される力士になりたい、と、まだまだ番付の上位を狙い進撃しようとする若い力士は、相撲界のゴジラになるべく稽古に励みます。また相撲界の中における血縁関係も、相撲愛好家の注目を集める的となります。話題性があるのは、やはりモンゴル出身の大横綱を叔父に持つ豊昇龍でしょう。幼い頃は身近に体の大きな人がいて怖かったことから、相撲ではなくレスリングに励んでいた豊昇龍。しかし高校時代に見学した相撲に興味を抱くと、すぐに叔父の朝青龍へ相談を持ちかけ、相撲を始めることを決意しました。その後も勝ち負けに関わらず叔父と取り組みを反省し、現在は関脇にまで上り詰めてきました。豊昇龍が入門間もない頃は、甥っ子の相撲を見るたび歯がゆく思っていたという朝青龍。
取り組み直後は容赦ない叱咤激励をすることもしばしばで、宝生龍も負けた時は電話に出るのが怖いと苦笑い。そんな時期を二人で乗り越えた今では、宝生龍の番付の上昇とともにおじからのエールが増えてきており、宝生龍の成長ぶりを実感していることが見受けられます。意外な血縁関係はファンが相撲を楽しむ一つの要因になりますが、相撲界においては力士同士の関係性をめぐっての規則も存在します。相撲協会の取組編成要領の規定では、兄弟やいとこなど四親等以内の血縁者同士の場合、本割で取組は組まれません。それは他の力士が身内と結婚し義兄弟になった場合も同じです。また同部屋同士の力士の取組も組まれない決まりになっています。ただし優勝決定戦においてはこの規則は適用されず、過去に6回血縁関係あるいは同門対決が繰り広げられています。特に1995年に繰り広げられた大関若乃花と横綱貴乃花の取組は、同じ双子山部屋の同門対決であり兄弟対決ということで大いに話題になりました。なぜこのような制度が設けられているのでしょうか。それは各力士がそれぞれの部屋に所属し、一つ屋根の下で生活を共にする相撲界独自の文化が根底にあります。相撲部屋の中には必ず土俵があり、所属する力士は共に稽古をすることになります。そのためお互いの手の内が分かっていたり、兄弟子弟弟子という関係が崩れないように実力をわざと調節したり、場合によっては普段の稽古でアドバイスをしなくなることが予想されます。対戦しない相手だからこそ普段から全力で指導に当たる、素直に指導を受け入れるといういい師弟関係が築けるというわけなのです。いかがでしたか。力士の強さや番付の順位、あるいは文化的にも相撲は大変魅力的なスポーツの一つですが、このような意外な人間関係が分かると相撲界と各業界との距離が縮まり、ファンが増えるきっかけになるかもしれません。様々な方法でこれからも相撲を楽しんでいきたいですね。